AKB48、AK と徳永レミ。松原祐きの、今時ハイスクール。<laughs> こんばんは、AKB48 の徳永レミです。こんばんは、BSS3 位放送アナウンサーの松原祐きです。この番組は、高校2年生になった私、徳永レミと、ちょっとだけ人生の先輩、松原アナウンサーが、現役高校生、高先生と一緒に作っていくラジオ番組です。はい。今杯91回目の放送です。はい、すごい。いよいよ、100回まで、うん、 カウントダウンが始まりました。残り今日の放送も含めて10回と。はい、早いですね。ねレビちゃん初回の放送覚えてます？第1回。ガチガチです。1> 1やばい。<laughs> ガチガチでしたね。本当にね、あの、はい、こんなになんていうの？いつから動いてなくて、<laughs> ずっともう直立不動って感じ。確かに。全く動かずレビちゃんがもう。で緊張してました。ね、ガチガチだったもん、ね。はい。 え、どんな感じでしたっけレミもう本当に最初のだって「こんばんは <laughs> AKB48 の徳永レミです」でさえすっごい硬かったもん確かにめっちゃ噛んでましたね、はい、そういえば今すっごい簡単にさらっと読めるようになったけど確かに超噛んでて何回も取り直してそ,その都度すごいねあごめんなさい <laughs> 本当になんか申し訳ないって顔しながら「ごめんなさい」って <laughs> <laughs> もうだいぶそ、そ,ね、その頃に比べればね、はい、笑って失敗を流せるようになってきました。ね、ラジオ慣れだね、本当にね。ラジオ慣れしてきましたね。そして、うんうん、慣れてきたと感じたのが、はい、僕個人的にね、レミちゃんが慣れてきたなと思ったの、うん、あの、このスタジオにゲストさんが、うん、 来始めて3回目ぐらいなんで、はい、なんでね1 2三3回あたりからちょっとずつその生徒さんと喋ってる時は雰囲気が柔らかくなったなと思って <laughs> 喋ってる時はそう僕と喋ってる時はねまだまだ50回ぐらいまではまだ硬か,かった <laughs> ええー、本当ですか40ぐらいまでは硬か,かった時やええー、やばレミちゃん的にはどうなんかまとめ撮りしてるじゃないですかだからこそあ開いちゃうとそうあのなんだろう 振り出しに戻ったというかリセットになってされてましたよねすごい1か月おきに収録してるもんだからなんかまだ慣れるまでにちょっと時間がかかってた時もあったよね感覚が短い時こそいい感じだったんすけどそうそうそういちゃうとやっぱりなかなかでしたね今はもう本当に1か月空いても割とねスムーズにお話もできるようになったしそうですね お話をしてアイスブレイクみたいな感じでねちょっと雑談するんですけどその時も割とねそうですねスムーズに普通にお話をして普通にペンさんをいじったりしてるんでねそうですねなんでだいぶ慣れてきましたさあ100回までにレミちゃんもうあと一進化ぐらいあるんじゃないかなと思いながらねこれ以上の進化ええちょっと楽しみに私は見守っていきたいと思いますさて今週もそろそろ始めていきましょうそれでは皆さん今日もお付き合いください 今時,今,時今時、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 今時ハイスクールさて今日はこのコーナーですシンクスピークこのコーナーはお題カードと禁止ワードカードの2種類のカードを使ってカードゲームをして遊ぼうというコーナーですお題カードには単語だったりカードを引いた人によって答えが変わるものが書いてありますそして禁止ワードカードにはお題カードの内容を伝えるのを難しくするかもしれない はいろいろな禁止事項が書いてあります。はい。私たち二人がお題カードを引いて説明する説明役と、うん、お題カードを当てる人回答役に分かれて協力してお題カードを当てるというゲームでございます。はい。お題カードを当てた場合。当てた場合。ポイントゲット,ゲトポイント集めるといいことがあるかもしれません。はい。楽しみ。ワクワク。さてさて。はい。 はい。あ、すみません。<laughs> 前回は松原さんが説明役、レミが回答役でした。はい。ほぼ正解。ほぼ正解。私、徳永レミ、4ポイント。ね、松原さん、2.5ポイントです。はい。前回、あの、太陽の塔が正解で、はい。レミちゃん、太陽のタワーと答えてくれました。<laughs> はい。まあ、ほぼ。ほぼ一緒。うん、正解。 ちょっと英語で言っただけだからね。に別に問題はないんですけど、計算判断で0.5点になりました。厳しい厳しい <laughs> そしてレミちゃん、いよいよリーチがかかっております。えこれが成功したら、もう、もう次回にはレミちゃん、いいことが待っております。やばい、楽しみ。頑張ります。さて、レミちゃんの今日、はい、ポイント獲得なるのかなるのか。さあ、楽しみなゲームに。<laughs> 入ってまいりましょう。りました今回の役割発表お願いします。はい、今回はですね、レミが説明役で、松浦さんが回答役です。はい、もうカードが並んでおります。はい。レミちゃん側に三枚、私側に二枚、全部で五枚のお題カードです。はい、さあ、レミちゃん、どこ引きますか。センターで。センターを引きます。わ、こわ。ちょっといきまーす。レミちゃんの命運を分けるお題カード、こちら。おお。おーおー。 いや分かる人には分かるこれはなんかレミちゃん自信ありげでございますじゃあお題カードちょっと一旦どけておきまして、はい、今度は禁止ワードカードですさあこれによってお題の説明難しくなるかもしれません、はい、横一列に並べましたレミちゃんどれいきますかじゃあなんか離れてるのでじゃあレミちゃん側から見て右側の一番端っこ、はい、このお題カードほう禁止 禁止じゃなくても全然いけます、ね。<お>これはもうました自信を持っています。レミちゃん。はい、でもちょうん多分知ってると思うんですけど。余裕を持ってじゃあ説明できそう。はい。もういつでもいける感じですか？かはい、お。では。はい。レミちゃんここから説明するターンに入っていきます。はいきますよ。あちょっとその前に。ほ<う>。これってどこまでいっていいんですか？もう説明になってたらいいんですよね。説明になってたら OK です。 お題を直接言わなければ、OK、で,すあでは説明タイムスタートはいこれはスイーツで、はい、最近話題になった若者で流行したマカロンの進化版ですね。<ー>これは。これはかわいいのがあったりとかおしゃれなのがあったりでもすごくおいしくてボリューミーですしなんかインスタ映えとかもするとってもなんかちょっと厚めのものになってますね。 いかがですかおもう余裕がありますよあと10秒ぐらいあるんじゃないさらっと説明してわかりましたわかったけど待って単語が出てこないやばいよ。ちょっとピンチここで年齢が出ますよそうで25歳松原あのワードもうね頭の中にはやつが浮かんでるんですやばいこれ これは協力ゲームの片方が足を引っ張るパターンになってしまいますよさあ思い出せ思い出せ頑張れ頑張れもうなんかあの頭を変えたやつです頭頭 <laughs> 文字 <laughs> ねえー、っとね出ると思うんだ <laughs> 出てください、はあ、これわかったぞ、はい、来た簡単よかったはいはさ<あ>、は正解をお願いします 回答は。はい、トゥンカロンです。正解は。トゥンカロンです。やったー。大正解です。大正解です。これは<ー>レミちゃん。ちょっと言い過ぎちゃったかなと思いますけど。でも。 この番組をよく放送してたことを覚えてましたね。以前スイーツを紹介した際にも、はい、このトゥンカロン流行ったものとして紹介しました。ああちなみに禁止ワードはこれは簡単ですね。簡単でした。トゥンカロンにキャラクターは存在ほとんどしてないんじゃないかな。 余裕を持って、それも最後の最後この五点目、五ポイント目をレミちゃん二十秒ほどの説明で終了させました。ありがとうございます。おめでとうございます。とい,ますということでレミちゃん、えついに五ポイント到達ポイントを獲得しましたので、はい何ですか？五ポイントになりました。はいいいことが待っております。何ですかいいこととは？レミちゃんははい全前回開ぐらいかなはい。 図書カードとかそういうのがいいですねって言ってくれてたんですよはいろと考えてましてもうね次回お渡しできるように準備は進めておりますあそうなんですかただ何このタイミングでリスナーさんにもレミちゃんこれあげたらいいんじゃないっていうのがちょこちょこと届いてましてえ届いてるんですかそうなんですえどうなの例えばですよあの以前ねメッセージにサインを 書かせていただいたじゃないですか。はい、えー、その際にですね、レミちゃんに人参一箱プレゼントしたらっていう <laughs> いリスナーさんがいらっしゃったりですとか。 誰ですか?。誰です、すごい。すごい、カメラに睨みつけるようにして、レミちゃんを見ております。いりません。すみません。で、人参おいしく食べられるようなね、そんなグッズを渡してあげたらいいんじゃないかと。苦手解消グッズと。ね優しいですね。っていうような、お、なんか、こうね、おすすめのアイテムなんかも届いてましたけれども。レミちゃんの希望としては、図書カードに変わりはありませんか?。え、待ってください。どういうことですか、それは。え、何でも嬉しいですよ、別に、別にというか。お題は。はい。 もうしっかりと回答していただきましたし5ポイント獲得しましたお望みのものをプレゼントできますけれどもこちらの判断に任せていただいてよろしいですかえ、他にリスナーさんからどんなのが来てたんですかリスナーさんから割とレミちゃんがあの以前お誕生日でケーキ食べてたりしたじゃないですかケーキのプレゼントもいいんじゃないっていうのもあったりしていて確かにそれもなかなかよろしいんではないかと思っているんですがえ待って完全にじゃ 番組判断でレミちゃんに次回いいことが降り注ぎます、はい、じゃあよろしくお願いします楽しみに期待して待ってますさあ <laughs> 番組スタッフのペイさんそして私 <laughs> 他のスタッフもいます、えー、みんな含めてプレッシャーを感じておりますが今回レミちゃんが5ポイント獲得ということで次回、はい、とレミちゃんっいいことが待っております、あのー、リスナーの皆さん本当にね この後また募集しておりますので、はい、ぜひともまた次回それこそねレミちゃん、うん、いいこと待っている際に、はい、こんなプレゼントいかがっていうのも確かににどんどん送っていただければと思いますので、はい、ぜひコーナーにそんなレミちゃんへのプレゼントの案などそしてなどこのコーナーに禁止ワードこんなのあったら難しそうと思うものを考えてみて送ってみてください。はい、これ いません。お題カードがございました。失礼しました。締めようとしてしまった。結構気になってました。一枚じゃあ、レミちゃん、開いてください。ワッフル。ワッフル。なるほど。吸い付け。ハリーポッター。あ、ヨーロッパ。ヨーロッパ。そして、小籠包。あ、一番簡単だったかも。しれないなんか食べ物多いね。てンカロンあの、小籠包は。ペイさん。ペイさん、ペイさん、お腹減ってたのかな。で、ヨーロッパとハリーポッター、なんか。 つながりがあるような気もするしハ、ね、マってるんですかね <laughs> ハリポッタペーペイさんのなんかその思考も見えてきますね <laughs> 見えてきましたね続いて禁止ワード禁止ワードカード3枚ですね、はい、レミちゃんが引いたのは説明でキャラクター名使うの禁止でしたが、はい、説明で場所について触れること禁止そして説明説明中にドア,アップカメラに向かって決めポーズ1回なんだそれで「えー」って5回言,<ー>言うの禁止これちょっとひねってますねそれね 禁止ワードだけど、はい、なかなかちょっとこのドアップカメラを活用した用しそんなこともこのカードに入ってまいりますので、はい、ぜひまたねリストの皆さん逆に言うと、はい、こんなことをレミちゃんにしてほしいっていうのを禁止ワードカードに混ぜ込むっていうのも。お前台詞は <laughs> <laughs> 萌え台詞はダメだそうです。萌え台詞は言いません。皆さんもぜひとも。はい、待ってます。ご応募ください。さあ、今回、レミちゃん見事正解。5ポイント獲得。次回、いいことが待っております。待ってます。松原は2.5ポイントとなっております。はい、リスナーの皆さんもぜひコーナーに参加してみてください。お題カードの内容や禁止ワード、こんなのあったら難しそうと思うものを考えて送ってみてください。お待ちしてまーす。